兵庫県神戸市に本社を構えるカルノ中興は1944年に創業。業界に先駆けて多品種少量生産やデジタル化などに取り組み、常に技術革新に挑み続ける業界のフロントランナー企業。自動車、鉄道、電気、船舶、航空宇宙など最先端産業において、非鉄金属の鋳造や機械加工を中心に年間およそ5000種類の製品を生産しています。カルノ中興では、単納機での高品質な生産を実現するためにCAD CAMを導入したデジタル化に取り組みました。また型製作から仕上げ加工まで、カルノ中興での一貫生産体制を構築しています。もともと鋳造工程のみを担っていた同社が、デジタル化と高い加工技術を習得し、いかにして現在のように変革を遂げることができたのでしょうか。フロントランナー成功の鍵。カルノ中興の主力取引先であった自動車業界では、1990年代後半から環境規制への対応のために燃費向上や車体の軽量化が課題となり、CAD CAMの導入によるデジタル化へのシフトが進みました。そこでカルノ中興は2004年、DMG 森精機の同時互軸制御マシニングセンターを国内の業界でいち早く導入。デジタル化に対応する最先端設備への投資を積極的に行うことで、CAD CAMによるプログラミングから木型の設計、鋳造、切削加工、そして耐圧検査まで、全ての工程を自社内で完結できる体制を構築しました。もともと強みのあった鋳造技術に加えて、高精度な加工技術を習得することで、試作・開発を中心に多品種少量生産を実現。互軸加工機による段取り替え作業の削減により、単納機も実現したことで、同社の評価は一気に高まったのです。互軸加工機の導入を契機に、高精度な加工技術と工程集約を実現。そして鋳造だけでなく、プログラム作成から切削加工まで自社で一貫生産できる体制を構築することで、高品質かつ単納機を可能とし、さまざまな業界での強い信頼を獲得したのです。当社はもともと鋳造メーカーだったため、加工メーカーとしては後発でした。ヨーロッパの工場を訪問した際、当時の日本 DMG の互軸加工機がラインの中にずらりと並んでいました。日本ではまだ一般的ではなかった互軸がヨーロッパでは主流になっていることに衝撃を受けたのです。今後日本でも互軸加工機が大きなアドバンテージになると考え、導入を決めました。より製品の形状が複雑化し、工程も増えることで加工時間も長くなります。そこで当社ではパレットチェンジャー付きの互軸加工機デュオブロックを多く導入しています。工程集約が可能になり、稼働率が高まりました。窓が大きく、ワークとの接近性もいいので、効率よく作業ができます。コンパクトなのに大物加工ができる点も魅力です。当社ではチャレンジするものづくりを通じて、働くを楽しくをビジョンに掲げています。昭和の時代の長時間労働ではなく、限られた時間内で生産性を高め、効率よく働き、人生を楽しむ、令和の時代にふさわしい楽しい働き方改革に取り組んでいます。最先端のものづくりを行っているからこそ、最先端の設備や技術が求められます。だから今後はますます IoT などの導入も必要になります。若い世代に仕事の楽しさを伝え、日本のものづくりをもっと元気にしていきたいと考えています。お客様のお役に立ちたいという精神と、日本のものづくりを支えるという誇りを絶やさず、業界に先駆けた取り組みを行い、顧客とのパートナーシップを築いてきたカルノ中興。顧客のニーズに素早く対応できる体制を築き、世の中に必要とされる企業を目指す。そんなフロントランナーの挑戦はこれからも続きます。